僕今乗ってるのがダブルキャンバーなんで、はいはいはい、ちょっと形状が違うんで取り回しとかがやっぱりまだ感覚が分かってないんであれなんですけど、けど感覚つかんだら多分飛んだり乗れたりする板なんじゃないのかなってやっぱり乗ってて思いました。硬さ的にはどうですか？硬さ的にもちょうどよくて、自分の今乗ってる板よりもちょっと硬いんですけど、はいはいはい、けどその分反発だったり乗った時にちゃんと反発返ってきてるんだっていうことが分かるので、はい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 、とてもいい板だと思います。あ、本当ですか？はい。先ほど A 乗ってもらって、今回 AF の51乗ってもらったんですけど、硬さとかどうでした？AF は、A は張りがあって、はいはい、ちょっとプレス系が難しいかなと思って、あ、はいはいはい、それで F 乗ったら、ちょっと物足りなさはあるかな。あ、まあ、本当だったら中間がいいみたいな。中間がベストでした。なるほど、なるほど。はじけで言ったらどうですか？はじけ、まあ、今乗ってた板に比べて柔らかかったので、はい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 、慣れたら全然ノーリーとかも飛べたと思うので、はい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 、良かったのは良かったです。いつも待ってるランディー、はいはい、より高く、ああちょっと張りが、いつもの板より張りがあった感じ。はい。これ自分のよりちょっと固めやったんです。これやったらアントリーとか思うとすごいやりやすかった。と、いつも乗ってる板よりもすごくあの柔らかさがあって、プレス系とかがすごくやりやすくて、こうノーリーとか普段やるんですけど、そのグラトリーの、この技もかけやすくて、高さも結構出る板だったっていう感触がありました。上に弾む感じが強くて、その技かけた時に反発がすごい強めにもらえるかなっていう体感ありました。ソフトに結構仕上がってるんで、なんていうんですかね、まあ、乗りやすさは性能とか取り回しとかは良かったんですけど、ちょっと弾きでちょっといつもとタイミングが合わない感じがあって、そうですね、まくられるっていうのが結構踏めるというか、はい、意外といけました。そんなに硬さを感じなかった。はい、すごく良かった。反発に関してはやっぱりすごいレスポンスが良くて、はいはいはい、すごい面白いなっていうふうに思います。乗りやすさも別にそこまで硬いわけじゃなくて、はいはいはい、でも全然乗れるし飛べるしみたいな、すごいいいなと思います。ちょうどいい感じ、はい、ちょっと柔らかいイメージがあったんですけど、はい、めちゃくちゃ反発あって、はいはい、センターフレックスが柔らかい分、あの乗りやすいしバランスいいみたいな、はいはいはい、いや、あの、めちゃめちゃ面白かったですね。鬼反発が、足元バーンが柔らかいのに柔らかくない不思議な感じでしたね、はい、でカービングやってもちゃんと切れて、あ、よく乗りました。他なんかできなかったこととか特になかったですか？そうですね、まああの僕の脚力だとちょっとプレスがあんまり上げれなかったですね、ですね、潰せなかったですね。結構有効位置が長く取ってある分、うん、カービングですね、ターンがすごくしやすくて、硬さは柔らかくて、でも張りがすごくあるんですよね。センターが柔らかいけどノーズとテールがちゃんと踏めれるように、あの設定されてると思いますので、弾きやすかったです。ただ今ゴールドやってるんですけど、まあ、短い分やっぱ取り回しがいいなっていうのと、フルキャンバーなんでやっぱカービングが結構切れて気持ちいいなって、なんか意外とそんなに柔らかすぎないなっていう印象があって、思ったよりは硬くて、逆になんか普通にラントリみたいな速度でも逆に安定感はあるのかなっていうぐらいの硬さはありましたね。スプレッドの方にゆっくりと赤めに取ってるんで、はい、